今日の東北の雪に関してまずは仙台市の方から見ていきましょう。こちらが、仙台市からいただいたウェザーリポートなんですが、はい、今日はですね仙台で初積雪が観測されました。このように青葉区からいただいたリポートにはですねうっすらと積雪している様子がうかがえます。さあそしてもう一つエリア見ていきましょう。昨日ですね、お昼ごろ2センチの積雪だったものが今日の正午には22センチとなっておりまして、盛岡の積雪20センチ増えたということが言えます。でこの後なんですけれども雪から雨へと変わってくる地域が多くなります。ですので積もった雪に雨ということでシャーベット状の路面に十分に注意が必要となっていきそうです。ではその雨や雪の予想を見ていきましょう。東北北部の方では雪というところが多いんですけれどもだんだんとこちらも雨へと変わっていきそうです。標高高いところでは雪という予想になっているんですけれども今雪が積もっているエリアだってであったり午前中雪が降っていたところでも雨へと変わっていく予想です。日付変わりまして0時ごろ、見ていくと東北南部広いエリアで雨、さらに北部でも沿岸地域では雨という予想になっておりますのでぜひこの後の路面状況十分にお気をつけください。